少しの選手たちにいいパフォーマンスをしてもらおうというスタッフたちの努力が見られました。そして最高のパフォーマンスを見せたいという情熱は選手たちも同じです。セミファイナルまでジャムセッション方式で行われるため、一本でも多くトライしたい選手たちは必死にハイクアップしていきます。今準決勝のワンサイン中なんですけれど、もうこの見てください、選手の皆さんこんな部下をですね登ってらっしゃったんですね。もう大変ですよ。お客さんもみんな見てらっしゃるんで、ちょっと話を聞いてみましょう。あ、これ皆さんいらっしゃいますね。皆さん盛り上がってますか？それとも応援ですか？見てほしいね。じゃあ応援、応援です。あ、そうなんですか。次回は出場されるということで、したいね、できるもんならね。すごいドロップインしたいね。できる。どうですか、じゃあ選手の皆さんの滑りを見てどうですか？すごい高いし、うまいよね。スムーズだね。使えないね。うまいね。みなさん盛り上がってますね。すごい盛り上がってます。元気ですね。もうあれすごい。セミファイナルまで来ればレベルのテンションもますますキープ。そしていよいよファイナルです。さあ、ここからはこの大会でジャッジ、そして運営を務めました JFBA 公認ジャッジの岡村さんと一緒に進めていきたいと思います。お願いします。さあ、まずは MVP クラスですけどね。はい、すごいですね。やはりね、こういう B クラスという中でも今までいい場所だったんですよね。そうですね、今のスイープも高くしますね。いやー、すごいですよね。しかしこれ見てますと、雪、決勝でかなり減りました。そうですね。どうなんですか、選手にとっては。これスピードが乗らなくなってしまうので、その辺選手辛いところだと思います。しかしでもこれ見てる限りでは結構ね、はい、リード前半で飛ばして乗ってきたよと。そうですね、いい感じでありまして、じゃあこの選手の演技だと見てみましょうか。はい、今のフィリッシュフィッシュっていう方ですね。あ、今のミエヤ、ミエヤ、ねえ、リズミカルで、はい、レンズ B クラスすごいです。さて続いてはレディースクラスです。はい、やはり女の子の言うとなんか可愛らしいとかね、はい、まあ、キュートな雰囲気を演技するのかなと思ったらびっくりしました。全然そんなことないですね。はい、彼女もこの女の子の中ではかなり高いエア出てくれますよね。ラグも決まってますね。あ、今スピンしました。はい、バックサイドスリー、これかなり難しい技ですよ。いやー、こういった技ももうレディースクラス出てくるんですね。はい、さあ続いて、さあまずはこちらバックサイドから入っていったターン、よかったですね。よかったですね。インディグラブ、あ、インディ決まってます。ミュートグラブ、あ、決まってますね。あ、ピン、これも垂直式ですね。はい、ノーミスですね、今の選手。あ、いいですね。いや、ピンの捨てもいいですね。いいですね。さあ続いて、はい、インディグラブ、あ、高いで、またインディグラブですね。いいですね。リンエア、リンエア、トリック、全て決まってますね。ここまではパーフェクト。そして、はい、最後のスピンが入って完璧な演技でしたね。完璧な演技なのにこのアピール、笑顔も素敵です。優勝の意気込みをどうぞ。頑張ります。優勝はどうですかね。いやー、無理でしょう。できたらいいかな。これはエキシビションもあるんですが、優勝はできそうですかね。多分。ありがとうございました。さあ、メンズ A クラスのいよいよ、まあ、メインイベントって感じでしょうか。はい、さあまずはテープクラブから決めたこの選手、はい、溝口選手、彼も優勝候補の一人ですね。彼はどうなんですか。はい、スタイル的には、ちょっと古いスタイルで渋く決めてると思います。すごい、はい、すごい、すごいの演技をした。まあ、そして小野村選手、
はい、いきなり着陸ですね。着陸決めてきましたね。新しい技です。はい、ちょっとレールからですね。持てないですね。持ち施策が入らないですね。しかし、はい、ここでクリックラーですね。参りました。まあ、クリックしてくるみたいなね。すごいです。さあ、続いてこの大村選手もなかなかやってきました。すごいですね、今の。はい、いや、僕はまだ日本からですね。はい、バックサイド5、バックサイド5、決まってます。そしてまた、ですね、はい、シップレディアです。決めて、はい、最後はハンドクラスト、ね、もうちょっと足上がるところだと。そうですね。さあ、続いて長野選手、国内インですね。金のマロンね、はい、エルグラム。やはり A クラスと B クラスと比べるとスピードがすごくあるように見えるんですよね。ちょっと回転系の技が多いですね。今のマックも、はい、完全に2着。いいですね。そして星野選手、高いですね。高いですよ。最初の優勝するって言ってましたからね、彼は。アリウープ、後ろ回り、そして最高、最高エリータ、アリウープの360決まりました。決まってます。確かにうまいです。さあ、CM の後はフロアマー